どうも、中島ナビ塾の中島です。この動画は鈍感の世界の歩き方と題しまして、中島と同じ HSP の方や内向的な方向けに日々の生活が少しでも楽になるような情報を発信していますので、チャンネル登録よろしくお願いします。また動画詳細にはですね、この本動画の内容を文章にしたブログのリンク貼ってありますので、文章と映像と合わせてご覧いただき、ご活用いただけると嬉しいです。まず簡単に自己紹介しますと、私は HSP のスコアは76で、良好的なタイプになります。外向的と内向的どちらも合わせて持っている良好的なタイプであって、仕事はですね、プロのカウンセラーコーチとして、困りごとの解消であったり、あと講師として講座を主催したり研修の講師を行ったりしています。またですね、NPO 法人の理事長として小学校等で授業をやらせていただいております。はい。今回はですね、あれです、親です。はい。HSP がですね、そのまんま、親になると、まあいろいろ人間関係で大変だよという話です。まあ結論としてはですね、自分のフィルターというのをどんどんアップデートしていきましょうということになります。もう少し詳しくお話ししていくとですね、HSP であるとやっぱ思考が複雑、深いので、いろいろ考えてしまうわけですね。そしてですね、一番の問題っていうのは、自分が考えているように相手も考えているんだろうというふうに思い込んでいるところにあります。なのでですね、考えていないタイプ、タイプ分けでいくと、行動タイプ、非 HSP であったりとか、非 HSP と HSP の中間のタイプ、共感タイプであったりとかっていうのはですね、もちろんその忘れていくわけですよ。はい。で、話したことを自分が覚えてるのに相手が覚えていないっていうことが、 HSP は結構認識しづらいんですね。自分が覚えてるので、またそうやって嘘を言ってとか、そういったふうにですね、要は相手が見ている世界と自分が見ている世界っていうのが同じなんだって、本当は違うんですよ。違うのに同じなんだっていうふうに思い込んでしまうことによって、そういうコミュニケーションとかによるね、エラー、エラーというか、トラブルですよね。もう喧嘩しますよねっていう話です。はい。なので、そういった時っていうのは、やっぱりアップデートするっていうのは、その相手の価値観、要は自分が見ている世界とか自分の世界だけではなくて、要は HSP の世界だけではなくて、非 HSP、行動タイプであったりとか、共感タイプであったりとか、他のタイプの物事、世界の捉え方があるんだっていうのを知ること、そうすることによってですね、その自分が見ているフィルターとか価値観っていうのをアップデートしていくことっていうのが大切になっていきます。で、ただですね、この親になるっていうのはですね、HSP だけではなくて、HSP 以外の方、特にですね、中間の要は共感タイプって中島が呼んでる人たちに対しても、特に強く影響が出ます。で、どちらかというとですね、HSP は自分事だったり家族間であったりとかですね、どちらかというとその身内が多くなるんですけども、共感タイプの場合ですとね、外側からどう見られてるのかっていうのを、HSP よりもよく気にしてしまいます。はい。人からどう見られてるのか、今までは自分一人で住んだんですけども全部コントロールできる、だけども子供ができたりとかするとですね、その子供がどう見られるのかっていうことを親である親が気にしてしまう、気にしすぎてしまうということ、そうするとですね、やっぱり、楽しくなるわけですし、子供に対して当たりやすかったりとか、で、そして外いろんなところに出ていけなくなってしまうケースとかっていうのが出てきます。HSP の場合だと、他の人も自分と同じように見ているのになんでできないんだとかっていうトラブルが起きやすい。そして、共感タイプの場合ですとね、子供も含めて自分が周りからどういうふうに見られているのかっていうのを過剰に考えすぎてしまうっていうところがあります。実際はですね、別にそんな周りの人たちもどんどん忘れていくわけなんですけども、自分も結構忘れることは多いんですけど、やはりですね、共感タイプ、人からどう見られてるのかっていうのをすごい気にするので、そうするとお子さんができたりすると、それが1人2人だったりとか、貧困法制な方だったら、子供だったらいいんですけど、子供大体何かしらやらかすので、そうするとやっぱダメな親であったりとか、じゃあ学校にいろんな話をしたいんだけども、そしたらモンスターペアレントって思われてしまうんじゃないかとか、で、だけどもやっぱ行きたくないんだけど行きたくて、けど行かなくちゃいけなくて、で、そういう話を、例えば、旦那さんであったりとか他の人に愚痴ったりするとか、じゃなきゃやんなきゃいいじゃんとか、でもやんなきゃいけないでしょみたいな風にして、またそういったトラブルとかっていうのが起きやすくなっています。で、その時はですね、もうそもそも別に周りの人たちのことを気にする必要はないわけですよ。みんな忘れていくので、
でそういったふうに、HSP とその非 HSP、HSP 以外の方々っていうのは、視点はまあ違うんですけども、やっぱり物事の見方っていうのを自分の見え方一つで固定してしまってるがゆえに起きることなんですね。HSP の方であればみんながもっとどんどん忘れていくんだとか、そうやって自分が見てる世界と相手が見ている世界が違うんだっていうのをしっかり認識する必要がありますし、共感タイプの人であれば、自分と子供はイコールではないっていうのをまず分ける必要があります。分けることが大切です。だから子供がどう思われようが別に親は親で子供は子供ですし、まず他の人たちからどう見られようが、まず自分がどうしたいのかっていうその主体っていうのを持っていくこと大事で、それっていうのはですね、実は共感タイプにとっては苦しいことではあるとは思うんですけども、そう感じるんであればまずやっぱり自分がどうしたいっていうところをもう一回改めて見つめていくことっていうのが大切になっていきます。やっぱ子供っていうのはですね、まあちっちゃい時はやっぱりどうしても親のその影響っていうかですね、親がやるべきことっていうのは大きくなるんですけども、やっぱりどん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 減らしていく必要っていうのがあります。で最終的にはですね、もちろんその社会に巣立つまでっていうところが、子育ての一区切りだと思っておりますので、やっぱそういうふうになっていく時はですね、まあ、いつまでも小学校低学年のように、思春期もやっていると、まあ、子どもも荒れやすくなっていくので、やっぱりどん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 手を離していくことが大切で、そのためにはまずその一歩としてやっぱり子どもが周りからどう見られるのか、でその子どもの評価っていうのは自分の評価と同じだっていうふうに思ってしまうと、やはりどんどんですね、その、まあ、ヘリコプターペアレントとか、マイクロマネジメントとかっていう言い方になるんですけど、子どもの一挙手一投足をコントロールしたくなってしまうところはどうしてもあるので、やっぱそこはやっぱ手放していく。でそういった感覚っていうのを親である私たち自身がアップデートしていくことっていうのが大切になってきます。私自身も親でして、でもそれこそ社会に子供を出したので一区切りっていうところではあるんですけども、だからこそ、まあ、もちろんその、何もなく、子育て一区切りつける人っていうのはもう本当に稀だと思っておりますし、私が知ってる限りではいないので、まあいろいろつまずきながらも、だけども大切なのは立ち上がっていくことですし、で私がこういう活動をしているのも多くの人に支えられて迷惑をかけたりかけられたりいろいろありましたけども、ぜひその学んできたことを広く伝えていきたいな、生かしてほしいなっていう思いから、こう YouTube の動画っていうのもやってますので、ぜひご活用、ぜひご活用いただけると私としてはすごい嬉しいです、はい、ちょっと話が今回、飛んでしまいましたけども、今回お伝えしたかったのはですね、まあ、親になったらいろんなことがあるので、逐次、自分自身の価値観とかですね、そういうフィルターっていうのをアップデートしていきましょうということでした。でそのために必要になってくるのはやっぱり知識です。で何をやるかとどうやるか、どちらも必要になっていきますので、ですけどもまずは知ること、あこういうことがあるんだなっていうのを知ってもらって、でそしてぜひ日常で、まあ、家庭の中でもそうですし、ご家族でもいいですし、もちろん職場とかでも構いません、いろいろな人と触れ合う場でその知識っていうのを実践していって、自分のものとして、そして、それを家族にフィードバックしていくこと、そうすることでそのどんどんアップデートされていきますし、子どもの成長に合わせて親である私たち自身が成長していくことっていうことが本当の子育てなんだろうなというふうに思っております。ちょっとですね、私も親なので熱くなってしまった部分もありますけども、今回の動画、あなるほどなとか、これを役に立つなっていうふうに思っていただけ、まあ、少しでもね思っていただけましたら、ぜひいいねボタン押していただけると中島の励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。では今回の動画はこれで終わりします。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。